あ、おはようございます。おはようございます。今日も来ましたね。今日は何ですか？ジュラシックパークあ、ジュラシックカップジュラシックカップですね。カップですね、はい。日野市民会館に来てまして、はい、で今日は、私は出ないんですけど、まあ、夕方から解説と、ブースの方に立ってちょっと販売員をしようかと思っているので、はい。今日の YouTube あれですかね、一日ジュラシックカップ密着。そうですね。という感じですかね。はい。で、いろんな、もしかしたら選手とか、諸先輩方がいらっしゃるかもしれませんので、はい、まあ、ちょっとお話でもお伺いできればと思います。そうですね。はい、インタビューを、はい、取って、まあ、選手見つけたら速攻をもう突破していこうかと思うんで、はい、はい。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、スーパーサイヤ人が上から。すごっ、あの鳥肌が立ってないですよ。いや、もう立ってますよ。立ってます、立ってます。わ、すごい、まあ、やっぱりすごい人見ると鳥肌立つんですよ。やばい、すごい広いですね。僕はあの今年はオフなんで、はい、そうなんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は午後から解説。あ、そうです。解説ちょっとできるか分からないんで、あ、そうなんです。しますけど、ちょっとうまいこと喋れないんで、はい、もう島田さんにも、もう全てもらいます。好きなように喋りましょう。いいですかね。はい、すげーしか言えないかもしれない。それだけやべえ、すげえ、もう会うぐらいしか言えないかもしれない。リアクションで、はい、ぜひ島田さんとサイヤさんの大トレを見たいかな、はい。あの今、家がですね、前回地下だったんですけど、はいはい、上全部ジムになりまして、なんかあのイメージとしては原宿のゴールドみたいな、ちょっとこう階段でこう上行ったりとか、はいはいはい、あ、エレベーターで、ま、みたいなイメージのフロアに分かれてる。フロアに分かれて、ね、はい。そこにお邪魔してもいいですか？ぜひ来てください。いいんですか？はい、ぜひ、はい。やっべ、かっこよ、かっこよ、すごい鳥肌がやばいっすね。やばい、変な汗でしょ。すごい、ね、額にすごい汗が。いや、もう圧で、圧でやられてます。これかっこよすぎて。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィットアロマさんのブースに行きます。おはようございます。だいぶ早く ついちゃいました。今日ここ見てください。椎名選手、相澤隼人選手と僕です。もう僕やる気ままでも2回来るんで、はい、栄養補給の時間がやってまいりました。今日も変わらずですね。そうですね。年間通して。どうぞ、はじめまして。大ファンです。ありがとうございます。日本選手権、本当かっこよかったです。ありがとうございます。光栄です。もう、ありがとうございます。大ファンです。なんと、島田選手。はい。私の YouTube に初登場です。はじめまして。島田と申します。おぉ、スペシャルゲストが。あの日本クラス別で逆走したシーンが皆さんあの覚えてるかと思うんですけど、今日はどうですか？汗かいてるけど暑い。熱々です。熱々らしいです。体重は日本選手権と比べてどうですか？1kg 下から落ちた。じゃあさらに溝が深くなって、じゃあ皆さん椎名選手応援よろしくお願いします。ぜひ頑張ってください、はい。お久しぶりの井口選手、最高、お疲れ様でした。いやいや、本当にお疲れ様でした。かっこよかったです。次、世界は？世界、次僕12月15日にチャンピオンになる日が、いや出ますよ。あ、私も行きます。あ、本当ですか？はい、私チャンピオンになるために行くんで頑張りましょう。頑張りましょう。はい、世界でメダルを、はい、ぜひ噛みましょう。噛みましょう。はい、噛みましょう。今日ゲストポーズでしたっけ？今日ゲスト、いや違う、あ、違う普通に応援しに来ました。コラボレーションも。あ、もちろん、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。またマッチングアプリの話しましょう。はい、もうやってない。もうやってない。もうできない。もうできない。ありがとうございます。ありがとうございます。最後のサインプライス。選手はいかがですか？いや、いいですね。ラインが独特なんでかっこいいですね。
まだ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。一日店長やらせてもらってます。店長。はい。なんと、なんと皆さん、チャンピオンが、チャンピオンが、審査お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。今日は朝から、朝8時半ぐらいに来ました。はい。で、ラストまで。ラストまで。で、合間で、審査の合間で、こうブースに立たれて、はい、販売をしてると。はい。そうです。本当、ご苦労様です。待ってます。ご苦労様です。ご苦労です。でもですね、はい、島田さんの感想をぜひちょっとお聞かせいただければと思います。わかりました。もうなんか一言で言うとすごかったっていうところでした。はい、なんかもうやっぱ島田さんのここのなんていうかな、こう異様な質感というか、あれはなんかすごい目引くものあったんで良かったなって感じ。だからまあ自分の方 YouTube とかでも言ってるんですけど、まあ、正直誰が1位でもおかしくないなっていうところで、まあ、結構票も割れてたので、まあ、そこが来年どうなるかっていうところは非常に楽しみだなと思うので応援します。なんか恐縮します。そう、あの日本選手権の最後の週に水曜日に表参道のゴールドジムでちょうど相澤君がトレーニングしてて、でその時にですね、こうジムでお会いして、で僕あの YouTube でも話したんですけど、すごいあの週にこう気持ちが引き締まって、ラスト4日ぐらいで結構仕上がりも上げれたんで、ちょっとあのこの場を借りてありがとうございました。いえいえ、とんでもございません。はい、ありがとうございます。はい、ということで豪華ゲストのお二人に誰よりも目立ってましたね。誰よりもここだけ、ここだけなんです。皆さんも原田さんも大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。今期はもう終わりみたいな。いや、私は世界選手権に行かせてもらいます。はい、行かれます、ね、はい、僕も行きます。はい、はいはい、引き続き減量す。はい、引き続き減量です。もう先週でしたっけ、デルタであったの2週間前かな。全然質感が落ちてないですもんね。はい、頑張ります。初めてなんで、はい、楽しみです。はい、頑張りください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。木田さんの YouTube の中で、志麻さん、そろそろお仕事のお時間ですかね。はい、解説の時間ですね。はい、では規定7ポーズのマスクを行っていきましょう。フロンダブルバイセプス、パッと見の印象はどう？この角度は隅中君がよく見えるんですよ。逆に寺山君が距離が近くて、なんかあの角度的に見にくいんですけど、なんか日本選手権よりは多分順位だいぶ変わりそうです。なるほど。隅中君、張川君ちょっと近づいてきましたけども、どう見えますか？張川君は抜けてます。それでは指定の方とマスクを行いましょう。まずはパッと見いかがですか？渡辺くんいいですね。渡辺くんどういうところが良さそうですか？キャラがいいですね。え、あ、キャラじゃなくて男梅の CM に出てもらいたいです。ほら、マスクラーのあの顔で顔もボディービル、顔もボディービルですね。こっから見たらやばいっすもん。この角度ラスト、でもライン的にもラインが崩れてないんで綺麗です。なんかもうあれですね、ここまで筋肉でかい人が並んじゃうと、うん、もう筋肉の形で勝負してるみたいな感じですよね。なるほど。同じ筋量を体につけた時に、はい、どっちの骨の長さとか、どっちの骨盤の狭さとかで見え方が変わってくるかみたいな。なんか難しいですね。なんかそのなんか好みの問題じゃないですけど、評価が難しくなってきてます。はい、何を基準にするかってところですよね。
なんかボディービルなんで全てがその、まあ、絞りも筋肉量も極限っていうのはあると思うんですけど、はい、じゃあウエストまで太くなってラインが崩れてもいいのかって関節が太くなってラインを崩してもいいのかってなった時に、うん、やっぱ関節が細くてタイトの方が2倍はいいと思うんですよね。そうですね。なんでそこで誰を取られるかって感じですよね。でこの並びだったら渡辺君はすごくよく見えます、うん、まあ、今一度ポジションの確認を行っております。まあ、当然刈川君とか日本選手権の人たちは別として、そうですね、まあ椎名君ももちろんいいですし、この審査は絶対したくないです128番、140番、まあ、そりゃそうなんですよ。ここに146番、おおさあ、きなくん、さあ沖縄ほどが来ましたね。まあ、そらそうですよ。刈川選手、一応さん、誰、おお、男目来い、え、嘘、男目おおイエーイ、来た、いいね、はい、おー来た、それがトップ6っていうことですね。そうですみんなすげえみんなすげえ顔してます。ラウンドプレイ、で、渡辺、サイドチェンジ。あ、ただ、やっぱ全員すごいっすね。全員すごいっす。これ渡辺君もっとセンターに寄っていってもいいですね。あ、本当ですか。十分戦えてます。戦えてますね。なんか全体のバランスでいくとやっぱハムケツがあそこまで出てるの少ないですもんね。この瞬間にぜひ全員頑張ってください。これも左右2回でお願いします。おー、いいね、いいね、入れ替えます。きなくん頑張ってもらいたいっすね。まあ、渡辺くんも頑張ってもらいたいし、刈川くんも頑張ってもらいたいし、さあ選手たちのプライドのぶつかり合いです。椅子がプリッとしてますね。そうですね。バッシュバッシュ、もうザ・スクワットうまいですっていう体してますもん。本当ですか。はい、しっかりハムの半腱半膜が発達して、ケツが発達してる。最後バッシュバッシュ、だからザ、あの JBBF のボディービルダーって感じですね。体つきが。いいっすね。いいっすね。楽しんでますね。加藤さんみたいな。それでは選手の皆さん、一度後ろにお下がりください。暑い。いやー、暑いですね。なかなか見応えがありますね。疲れた、ちょっと今ので。ちょっと絞れました。絞れましたね。渡辺君を応援しすぎて疲れましたよ。
あ、草野さん、草野さん来た。もう僕はもう大胸筋で僕は倒すんで。はい、そして戦いできました選手の皆さんに改めて大きな拍手をお送りください。はい、島さんこれから解説というか。解説です。まあ、これからフリーポーズ決勝審査なんですけど、その解説。頑張ってください。何を喋ろうかとワクワクしてます。島田さんの目線で思った通りのそうですねことを皆さん期待されてると思うんで、はい、僕も男目を期待してるんで今日は推しですね。推しです、はい、頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね、はい、
ていうと、まさしく三沢選手は練り合って、そしてこのステージを見るその思いはいかがですか？めちゃめちゃ涙を今我慢しました。木澤さんの奥さんと同じぐらいこらえましたね。すごい熱いものがありました。12人ゼッケンナンバー139番進撃の豆タンク杉中和樹選手。エントリーナンバー129番トータルバランサー内野瑞樹選手。続いて10位の発表です。138番東京オリンピックウェイトリフティング日本代表山本俊輔選手。第9位ゼッケンナンバー136番日本ボディビル界ワクション吉岡正選手。第8位はゼッケンナンバー134番ベンスピディ元の階級別日本チャンピオン。はい、ということで島さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。1日長丁場でしたけれども、あっという間でしたけど、はい、楽しかったですね。いかがでしたか？普段なかなかこう観客席とかで見ることってあんまりないのかなと思うんですけども。そうですね、うん、でなんか今日に関してはこうなんですか、まあ、自分が出てる大会に一緒に出てる選手の方をこう、うん、はい、観客席から見れたんで、はい、すごい、あ、
こんな人たちとやってんだっていうのがなんか印象すごく強いですね。でそれとまあ木澤さんだったり、まあ、刈川君の最後のコメントとかもそうなんですけど、やっぱりこう競技をやるに関して本当にすごいたくさんの方が支えてくれてて、自分たちはステージに立ててるんだなっていうのを改めて実感して、マジで今日後半ずっと泣きそうなのをこらえてました。解説しながら、解説しながら、スエさんのゲスト終わったぐらいからもうずっとやばかったですね。それぐらい感動したし、なんか僕がボディビル始めたきっかけ、鈴木雅史さんを見て感動したのが、こう蘇るような、こう鍛えた体でこんなにも人が感動するんだっていうのをもう再認識できたんで、なんかすごくいい日になりました。ありがとうございます。本当に会場の盛り上がりもすごかったですね。すごかったですね。演出も含めてです。そうですね、なのでやはり選手もすごい気持ちよく、こう楽しそうにみんなやってたんで、なんか競う、もちろん競ってると思うんですけど、なんか対選手同士で競ってるんじゃなくて、なんか純粋にここまでやってきたものを出し物としてお客さんに楽しんでもらうっていうような感覚だったんで、を見ててですね、なのでなんか本当会場と一体化してたような印象でしたね。そしてあの木澤さんからも発表ありました通り、木澤さんも世界選手権に出られると。そうですね、階級が、階級は違うんですね。そうです、80kg、85じゃないと思うんですけど、80なんですかね。ではまあ同じく日本代表として、まあ、日の丸を背負っていくんで、まあ、7週間ぐらいあるのかな、まだまだあの期間があるんで、そうですね、こう引き続き減量になるんですけど、こう木澤さんがゲストで出てきた時もちょっとびっくりでしたね。すごい体でしたね、はい、なんかもう一個上げてきたんじゃないかと思わせるぐらいの。そうですよね、はい、なんです、まあ、日本選手権も、まあ、僕は同じステージだったんで分かんないですけど、日本選手権これだったのかなみたいな感じのなんか凄さがありましたね。すごかったですね。そうですね、まあ、引き続き世界ってことなんで、はい、頑張っていきます。そうですね、次は一緒に、はい、戦う友という。そうですね、一緒に、そうですね、はい、日本代表として、はいはい、引き続き、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。